Hello World on 81.3 J-Wave Entertainment Stream F。 さあ、ここからは番組のおすすめのエンタメ情報をお伝えする J-Wave Entertainment Stream F のコーナーです。ゲストをお迎えしています。話題のアーティストの菅佐野さんです。こんばんは。どうこんばんは。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、皆さん、菅佐野さん凄まじいんですよ。11歳より独学でピアノと作曲学んで16歳の時ピアニストとして演奏活動を開始されたんですよね。そうです ね。で、高校卒業した後18歳でアメリカに行かれます。はい、渡米。ボストンのバークリー音楽大学ピアノを専攻、ジャズ作曲家を卒業。はい、でその後マバヌア、オーバルのキーボーディストとしても活躍するほか、はい、佐藤筑前、チャラさん、トゥギーなどのライブやレコーディングに参加。海外でジャズ、しかもあのボストンのバークリー音楽大学ですって、すごいですねこれ。いやいや、そんな大したことないです。本当ですか？はい。でもそこから止まらないんです。2013年、ブルーノート75周年プロジェクト HEX のキーボーディスト共同プロデューサーとしてブルーノートよりデビュー。トラックメーカー、リミクサーとしても世界中から今注目を浴びてます、ね、今年2月に自身のアルバム2011をリリースされたんですよね。 これが、はい、うん、こちらのアルバムは一体どのようなアルバムになったんですか？まあそうですね、そのピアニストとしての自分の活動とプロデュースワークの活動と、はい、まあその、自分のいろんな活動をちょっと一度一つにまとめてみたというか、うん、まあ、その中間ぐらいの、を目指して作ったんですけど、はい、まあ、自分で演奏をして、しつつそれをこう俯瞰で見てこうプロデュースしてる自分も同時にいるというか、うん、そういう作品になってます。その、はい、プロデュースしてる自分がいるのとプラスに、プロデュースしてる自分をさらなる別の自分として見たりとかするんですか？なんか自分のプロデュースがいけてるのかいけてないのかとか。そうですね、やっぱり常に客観的に見てるというか、うん、そういうとこありますよね。はい、やっぱり そこにこう例えば作っている時だとこうずっと熱中、そこに集中してると分からなくなる時もあるんで、そういう時はちょっと火を置いてみて、はいはい、こうまた改めて聞き返してみると冷静に聞けたりしますね。はい、この2011というのはどのような意味を持ってるんですか？これはですね、まあ、2011年ということなんですけど、はい、うん、まあ、2011年に、まあ、震災のことがあったりとか、うん、世の中がこう大きく動いた年だったと思うんですけど、ね、はい、まあ、プライベートでもたまたまいろんなことが重なって、うん、結構、まあ、辛いこともあったり嬉しいこともいろいろあって考え、まあ、させられる年だったんで、うん、まあ、それ2011年以降、まあ、自分の生活がすごく大きく変わって、はい、でまあその後初めてこう作るフルアルバムだったので、まあ、自然とその影響がやっぱり出てて、まあ、シンプルにそれをもうタイトルにしてみました。じゃあ本当に2011年から2014年までの本当にいろんな経験の集大成というふうに感じていい感じですかね？はい、そうですね。分かりました。では早速ですね、菅佐野さんのアルバム2011から1曲お送りしたいと思うんですけど、どの曲にしましょうか？はい、マンデーみちるさんをお迎え、ゲストにお迎えした曲をちょっと聴いてもらいたいと思います。はい、じゃあぜひとも振ってください。お願いします。はい、では聴いてください。菅佐野で Here and Now featuring マンデーみちる。これって今テレレテレレテレのようにこのカホンですか？違います？今こういうふうにテレレテレレテレの裏におそらくカホンじゃなくて、はいはい、パーカッション、パーカッション、はい、これって鍵盤から取るんですか？取るから取るんですか？いつもそうですね、ピアノから撮ることが多いですね。今回もいろんなゲストの方もいたので、はいはいはい、まあ、簡単なデモをまずピアノで作ってそれを送って、はい、それからまた順番に音を重ねていくっていう感じですね。はい、はい、
今映像も映ってるんですかこれ。でこの間のもトークも。あ、流れてる。そう、全部流れてるんですよ。そうなんですね。ネット上に曲はあの著作権上流せないので、うん、なるほど。ここはこのオフトークが流れてる感じです。そう、これカメラどこなんですかね。あ、そっちです。こちらですね。だってボストンのバークリー音楽大学って音楽やる人は結構憧れのところですよ。まあそうですね。でもまあ有名なだけにこう結構入るの簡単ですよね。結構日本人も多くて。あ、そうなんですか。うん、全然そういうイメージがないです。しかもピアノ専攻ジャズ作曲家。はい、ボストンって、うん、一度だけ行ったことがあるんですけども、はい、川ありますね、はい、川でチャールズリバーですかね、あのなんて言うんでしたっけ、そのまま、バスが川の中に入っていく。あ、名前が今出てこない。ありますね、そういうツアーバスみたいなのありますよね。あれすごいですよね。すごい歴史うんちくを熱狂的に語られたのをよく覚えてます。あ、そうなんです。もともと第二次世界大戦に使っていたものがもう残っていて、はいはい、あ、そのバスにじゃあ乗って乗りました川に潜ったんですよ。はい、乗りました。もともとメイン州に友達がいて遊びに行ったんですけど、その帰りでボストンにも行って。食とか大丈夫でしたか、慣れましたか、向こうのいわゆるインパクト。日本食と比べてそのボリュームサイズも全然違うじゃないですか。そうです、もう全然違いますよね。うん、やっぱりなんか最後まで僕馴染めなかったかもしれないですね、あ、やっぱ日本食いいなと思って。うん、一人でお住まいだったんです、それともなんかルームシェアとかしたり、日本別のその日本人の学生のとシェアしてましたね。その方も音楽をなされていて。あ、そうです、あのバークリー同じ学校に行ってた人ですね。でまあ結構その学校の周りってこうアパートいっぱいあるんですけど、もうみんなバークリーの学生が住んでて、でこう普通に普通の部屋でドラムとか思いっきり叩いて練習してる人とかいて、それが OK な街なんですよね。なん日本では考えられない。もう考えられないです。もう、まあ、その周りに住んでる人もみんなミュージシャンなんで、防音とかもないですよね。ないです、ないです。めっちゃうるさいんだろうな。うるさいですね。やっぱその、 あの音楽大学の、キャンパスとか行くとみんなその夜飲んだ後セッションが始まるんですよね。これがまあすごい現場ですよね。そうですね、毎日セッションしてましたね。いいな、素敵だな。戻ってきます。Absolutely beautiful。 お届けしたのは今夜のゲスト菅佐野さんのアルバム2011から Here and Now featuring Monday みちるでした。いやあ、菅さん、これ本当にあのね、それこそアルバム2011からいろんな喜怒哀楽を経験した、集大成のようなアルバムというふうにおっしゃってましたけど、これどのような感情が入ってるんですか。僕からしたらすごい、あ、気持ちいいな、爽やかだな、はい、もうなんか本当にあの朝日のようなあの曲というふうに感じさせていただいたんですけども、うん、はいはい、どのような気持ちが入ってるんですか。まあ本当に何でしょう、こう聴き手の想像力をかきたてるような、まあ、自由にこうイメージしてもらえるような曲っていうのをいつも心がけてますけどね、まあ、こう作ってる側としてはまあ結構やっぱり音に集中しているというか、はい、こう具体的な映像がこう頭の中にあって作ってるわけではなくて、あくまでこう僕は音が全てなんですけど、はい、まあ、そこをどういうふうに受け取ってもらえるかはまあ本当に人それぞれだと思うんで、なんかそういう自由な音楽ができればと思ってますけど、でその曲自体にもそのあのベースとしてはあのもちろん鍵盤ピアノが入っていて、あのパーカッションが入っていて、でその上にマンデミチルさんのボーカルが入ってたんですけど、マンデミチルさんのボーカルって、どのような存在でしたか、菅さんにとって。ミチルさんは本当にこう、何でしょうね、あのずっとメールでやり取りしながら作ってて、僕まだちゃんとお会いしたことがないんですけど。あ、そうなんですね、はい、でも何でしょう、すごく大きくて優しくて、懐の深い方ですよね。声からそれがすごい伝わってきますよね、はい、もう最高ですね、なんかあの壮大
な感じがしますね。でしかもあの、まあ、素人の意見で本当申し訳ないんですけども、なんか壮大さを広げるためにもちろんアレンジもそうなんですけど、よくあの、うんうん、ディレイとかリバーブとかでやるじゃないですか、はいはい、でもマンデーさんの声はもうなんか自然とそのものすごいファンタジー感というか、はいはい、そういうものを感じますね。そうですね、もうみちるさんの声だけで十分というか、うん、そんな感じがありますね。いやそんなことないでしょ。だから僕もあの、デモテープを最初に、はい、みちるさんにでも送って、うん、その後あのみちるさんが仮歌を入れて返してきてくれたんですけど、うん、それを日曜日の朝天気のいい日に聞いて初めて聞いた時にすごい感動しましたね、はい、あこんな歌になるのかと、うん、はい、でそこから、まあ、まあ作り上げていったわけですよね、はい、実は菅野さんのサウンドクラウド上でコンスタントに発表してるリミックス作品とか、オリジナル楽曲がネット上で大きな話題を生んで、これすごいです。累計30万再生を記録されてるんですね。はい、あの曲作りは、まあ、いつそしてどのような形で行うんですか。まあ、やっぱりずっとピアノをやってきたので、うん、こうピアノからまず始めることが多いんですけど、まあ、こうピアノの即興演奏をあの毎日僕やってまして、うん、まあ、それがもう、 こう日課になっていて、まあ、日記を書くような感じで毎日あの時間ある時、ピアノに向かって適当にずっと弾いてるんですけど。朝昼夜とかあるんですか。あもう時間関係なく、うん、もうちょっと時間が空いたらすぐピアノに向かって、うん、でなんか曲作りもその延長でやっていることが多いですね。じゃ全てはピアノから始まって、まあ、それにリズムセクションとか合わせていくということですか。そうですね、はい、なんかひらめきとかあの例えばあのボーカルの方とかは、うんうん、ちょっと歩きながらあなんかあれすごい気になるなと思っていきなり、なんかノートとか出して刺さって書いたりするんですけど、はいはいはい、いかがですかそのあたりは。そういうこともやっぱりありますね、うん、ずっとなんかこう曲作ってる途中はこう一旦休憩して外を散歩してたりとかしても、うん、やっぱりずっと考えてるんで、はい、ちょっとそれがなんかひらめいた時にあの iPhone のボイスメモに今録音して撮っておいたりとか、はい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 、そういうことはしますね。はい、いや実に興味深いですね。やっぱりその鍵盤というものから全てが始まるということで、やっぱりあの違うアーティストからしたら違うアングルから全てが始まるというふうに思いますからね、はいはい、さあということですね、ぜひとも皆さんね、あの菅野さんのアルバム2011を本当に生で体験していただきたいと思います。リリースツアーがスタートされますね、はい、初日の東京公演が4月30日水曜日渋谷ラ・ママはい、からということですが、そうですね、どのようなライブになりそうですか。これはですね、まあ、自分のライブ結構久々なんですけど、はい、まあ、アルバムの曲をやりつつ、うん、まあ、ラママはグランドピアノもあるので、キーボードプラスグランドピアノをやって、で、まあ、ラップトップ、パソコンですね、パソコンを使って、はい、まあ、ビートも流したり、うん、で、あとアルバムに参加してくれた神谷純平っていうドラマがいるんですけど、はい、まあ、彼もライブに参加してくれるので、彼もフィーチャリングしたりとかで、僕もちょっと歌ったりとか、結構盛りだくさんな感じです。歌われるんですよね、はい、そこは。そうですね、あのアルバムでも何曲か歌ってるんですけど、はい、てみます。楽しみですね。ワードプレイボリューム12、出演は長谷川健一、そして菅野の午後8時スタートです、ね。特別にアルバムに共演した長谷川さんと未来の言葉フィーチャリング長谷川健一も、はい、初披露になるということ で、 そうですね、ぜひと皆さん4月30日、渋谷ラママ、はい、行ってみてはいかがでしょうか。ぜひ、ね、ください。エンターテインメントストリーム F、 本当にありがとうございます。またぜひとも遊びに来てください、はい。今夜はゲストに菅野さんをお迎えしました。